明先生の声じゃない。明先生違うとこにいる。手押さえてさ、手で口押さえてさ、配信してたらさ、マスク美人と一緒で、ここだけ見て、来て、外したら全然違うみたいな。今日アンジュさん持ってん、可愛かった。もう帰ったのかな。ペンギンとは合ってない。雪乃ちゃん、めっちゃ久しぶりすぎてさ、公園一緒に出るのがリハの時泣きそうなんだ。雪乃ちゃんや、曲調で明るいやつやったからさ、泣かなかったけど。
けさんのプレゼントはまだ買ったけど渡してない。あれちょっと買ってきますよ、今日の夜、うん、あと、あの4名消えますね、うん、あー、ほんと、もう、なんか出れんの終わったら、うん、あと、あれだわ、だから今日、エンジンの時みんなで鏡部屋でアンコール衣装のまま撮影します。衣装のままだから着替えずまで撮影したらすぐに私服に着替えて会議室に行きます。11分から26分に終わります。いつものあの前髪綺麗じゃない今日、マネージャーさんめっちゃ前髪いつもより綺麗。まつげもほら束になってる。いや分からへん、聞こえていい話か分からんからあんまり大きい声で言わんててほしいけど。今日は体調があまり良くない。今日はね、体調があんまり良くない。体調っていうか、気分から来る体調。から、あんまり元気じゃないんですけど、頑張る。元気じゃない時に限ってアギラ先生が当たるっていうね。2回目当たるのアギラ先生でさ、体調悪い時ってさもう頭働かんからさめっちゃできる気せえへんかってさ朝から練習してた。めっちゃ不安すぎてできる気せへんかったから反省会長くなりそう。失礼やね、まあ、失礼と思ってないと思うけど。ランキング埋めます。13位ニョロニョロさんありがとうございます。12位マキコさんありがとうございます。11位カマカリさんありがとうございます。10位マチカネクキタルさんありがとうございます。9位 RC さんありがとうございます。8位オレオーズさんありがとうございます。7位りっちゃんさんありがとうございます。6位なべちゃんさんありがとうございます。5位てつみやさんありがとうございます。4位エピーさんありがとうございます。3位シンアットマークノエルさんありがとうございます。2位伊達ちゃんさんありがとうございます。1位佐藤くんさんありがとうございます。ありがとうございました。お、ぴったり15分。よし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 、ちょうどいいぞ。いいぞ黒島、アンジュさんを思い出すんだ。アンジュさんを思い出して頑張るんだ。アンジュさんだよアンジュさん。今日もアンジュさんが可愛かったじゃないか。風はもう引いてる。アンジュさんが可愛かったじゃないか。頑張れ頑張れ。今日もアンジュさん可愛かったから大丈夫だよ。